はい、どうも、こんにちは、キトです。過去問演習の第15回目で、今回はこちらですね。2015年京都大学の理系の第2問で出題されたこちらの問題を見ていきたいと思います。問題としては、2つの、満たすような、この A、B を満たすような四角形がありますよ。その四角形の中で面積が一番小さいものの中で、その面積を求めてくださいねというような問題となっております。で、条件が、少なくとも2つの内角は90度、2つ目が、半径1の円が内接するよというような状況となっております。まあ、まずはざっとこの状況を書いてみましょうか。まあ、四角形適当に書いてあげると、まあ、こんな感じになったりするんですけれども、2箇所が90度ですよっていうような話ですので、まあ、例えば、まあ、こことここが90度だとしてあげると、まあ、ちょっと書き直すと、要するに2箇所90度だというふうにしてあげると、まあ、なんとなくこんな感じになるよと。で、次、今これ隣り合う側が90度なんですけれども、まあ、向かい合う側が90度。まあ、このどっちかですよね。90度となるのは。で、この場合どうなるのかというと、ちょっと書くのが難しそうですかね。まあ、1箇所が90度で、まあ、その向かい合う部分っていうのが、90度なので、まあ、なんとなくこんな感じになりますよと。で、2つ目、半径1の円が、内接しますよと。一応問題文注釈あるんですけど、4つの辺と接しているよっていうのが、四角形に内接する円のことであります。で、こんなような状況において、まあ、今回2つ考えるので分けて考えていくんですけれども、この面積の最小値を求めてくださいというような問題であります。まずはこっち側で考えてみましょうか。はい。こっち側において、こんな感じに内接しているよ。ちょっと汚いですが、まあ、許してください。で、90度、90度だよ。で、半径1という風にしましょう。まあ、これは平面図形の話でありますので、第79回目でやったように、平面図形の基本的な考え方の処理をしていきたいと思います。はい。今これ A の処理は終わりました。で、あと残っているのは B の処理であります。半径1の円が内接しているよ。というようなものですので、この処理をしていきましょう。で、半径1の円が接しているよっていうことですので、まあ、それって何だったのかっていうと、垂線を下ろしてあげたら、ここが半径に等しいよ。これが円と直線が接しているよっていうような処理でありました。ここには書いてないんですけれども、第77回目とかにやったのかと思います。で、ここを下ろしてあげると、垂直でここが1ですよ。ここを下ろしてあげると、垂直でここが1ですよ。ここを下ろしてあげると、垂直で、ここが1ですよ、というような感じで、これがあれですね、接してるよというような処理であります。で、まあ、これを具体的に書いていくんですけれども、まず、まあ、こういうふうに分割されているので、右下注目してあげると、90度、90度、90度なので、ここは90度です。すなわち、ここが1、1で、まあ、今回これで、まず、ここ側の処理っていうのは終了なわけです。で、次、こっち側も同じように90度、90度なので、ここが1、1ということで、まあ、この3箇所の処理は終わりました。次、ここを処理しましょう。ここが接してるよというような処理ですね。で、ここが接してるよというような処理なんですけれども、まあ、どうすればいいのか、まあ、考え方はいろいろあるのかとは思うんですけれども、まあ、例えばこんな感じに考えてみましょうか。今求めたいものは、面積の最小値で、まあ、何らかしら、文字で置いて面積を表してあげたいぞというときに、例えばこっち側を X、こっち側を Y というふうに置いてあげましょう。で、ここが90度で、1で、1で、90度でというような状況となっているので、ここに引いてあげると、90度、90度で、1、1なので、合同なのでここが X。同じように、ここ引いてあげると、90度、90度で、1、1なので、合同で、ここが Y。ということで、まあ、例えばこんな感じにして、半径1の円が内接しているよというような処理が終わりました。で、大事なのは、処理した情報っていうのはもうちゃんと消してあげるよ。で、そうすると、何をやればいいのかっていうのはより明確に見えてくるので、まあ、処理した情報っていうのはもう消してあげて、あとは処理していない情報っていうのを処理していきましょう。あとは求めたいものを含む三角形を取り出していきましょうね。これが79回目の紹介した考え方でありました。つまり今分かった情報としましては、まあ11というふうに分けてもいいんですけど、まあ結局ここが2ですよ。ここが1たす X ですよ。ここが1たす Y ですよ。
で、ここが x たす y ですよ。で、これが、とりあえず半径1の円が内接するよというような情報の処理であります。じゃあ今度、こういう四角形となりますよっていうことが B の言い換えで、まあ、90度書いてあるので、90度、90度でこういう四角形となりますよっていう処理をしてあげましょう。で、まあ、これも考え方は、いろいろあるのかと思うんですけれども、まあ、こんなような処理をしてあげるっていうのは、一応勉強チャンネルでもやったのかと思います。90度、90度なので、これを利用するために、こっから垂線を下ろしてあげて、ここが2ですよと。で、こっち側は1たす y から1たす x を引くので、y マイナス x ですよ。で、90度という感じになるので、まあ、ちょっと消しはしませんが、これ下側の処理が終わったので、もう残りは上側を注目してあげれば OK です。つまり、2で x たす y で、90度でここが y マイナス x。こういう直角三角形となるんだっていうのが今回与えられている情報を整理した結果です。じゃあ、こういう状況においては3辺の長さを分かっているので3平方の定理を使ってあげましょう。4たす y マイナス x の次乗イコール x たす y の次乗を。で、これ整理してあげると 4xy イコール4ですので xy イコール1。つまり、まあ、この情報を整理してあげるとこういう辺の長さになって xy イコール1という関係式を満たすんだという結論が出てきました。つまり、じゃあこの辺の長さで xy イコール1の時の最小値を求めてくださいというような話であります。じゃあ面積は何かっていうと、これ台形なので、まあ勉強チャンネルではやってないかな。まあ一応小学校の復習で、上底足す仮定、括弧閉じるかける高さがここ、割る2ということだったので、x 足す y 足す2というのが今回の面積であります。つまり、まあ、当然今 x がプラス y がプラスというふうにしているんですけれども、あ、ちなみに今の状況としては y の方が大きいよというの話で処理をしているので、別にそんなに大事ではないんですけれども、一応この仮定においてさっきの y マイナス x の次乗足す2の次乗イコール x 足す y の次乗を処理しております。なので、まあ、一応この条件もつけておきましょうか。はい。で、この時に xy イコール 1y が x 以上の時に x たす y たす2の、最小値を求めてくださいというような問題となっております。で、これっていうのはもう xy 動く第24回目で紹介した多変数関数の最大最小であります。方針は3つありました。そのうちの1つ目、等式条件があるような場合、xy イコール1というような等式条件がある場合、文字消去をしましょうねという話でありました。y イコール x 分の1だったので消去してあげましょう。x 足す x 分の1足す2。まあ、当然、x はプラスなので割り算することはできます。はい。ということで、まあ、こういう形で表すことができました。一応この条件に注意してあげると、x 分の1、大なりイコール x ですので、x 次乗小なりイコール1で、まあ、x の範囲としてはこう。つまり、0から1以下の時のこの最小値を求めてくださいというような問題に言い換えることができました。で、これは第38回の分数関数の最大最小でやった話で、この2つを掛け算すると、定数となるような場合は、相加相乗を使いましょうという話でありました。x×x 分の1足す2ですので4ですよと。まあ、統合成立は当然確認しなければいけないので、これで x イコール1。まあ、当然、掛けて1なので y イコール1。つまり、2222の正方形の時に、一番最小となって S が4だというような結論。これがまずこの形の時の、結論であります。では、次、2つ目の状況行きましょう。2箇所90度で向かい合う部分が90度だよというような状況を考えてみましょう。こことここが90度だよ。で、半径1の円が内接しているよ。まあ、流れとしては今と全く同じなので、まあ、ちょっとスピードを上げていきます。接してるよという処理としては、1111で90度、90度、90度、90度なので、正方形が出来上がって、1111111。で、ここを x とすると、先ほどと同様に x。こっち側を y とすると、まあ、先ほどと同様に
Y ですよ、みたいな感じで、まあ、例えば、こんな感じに、円が内接しているよというような処理ができるわけであります。で、これで、この処理というのが、終了しましたので、同じく無視をしてあげましょう。90度、90度。で、1たす X、1たす X。1たす X、1たす X。1たす X で、1たす Y、1たす Y。まあ、こういうような状況ですよというのが今回の情報であります。で、まあ、結局、まあ、こことここが同じで、こことここが同じで、まあ、ちょっと今回も同じく、一応多分そんなに大事ではないんですけど、この情報をつけてあげて、まあ、Y の方が大きいよというふうに、仮定をしてあげましょう。で、まあ、今回こんなような状況なんですけれども、結局対照的な図形でありますので、まあ、こういうふうに分割してあげることによって、まあ、半分の情報を考えてあげればいいよというような形になります。まあ、先ほどと同様に、まあ、同じく XY には何らかしらの関係があるぞということで、まあ、ちょっと消してしまいましたが、ちょっともう一回この情報を復元してみましょう。まあ、ここが正方形、ここが正方形だよというような情報があって、まあ、ここが1で、ここが X で、ここが1で、ここが Y だよというような情報というものがありました。で、この情報からまだ処理できる情報があって、こことここが、90度になって、まあ、結局ここは対称なので一直線上に並ぶよというような状況となっております。すなわち、こことここに取り出してみましょうか。Y、1というようなものと、X1 という、ここと、ここを取り出してみましょう。そうすると、当然これ一直線上に並んでいて、こう90度90度で平行なので、こことここは同じになります。つまり、相似ですので、1対 Y については、ここ1とするとここが Y っていうことは、ここを X とすると、ここっていうのが XY ですよと、Y 倍したものですよって話ですので、まあ、今回も式としては同じく、xy イコール1というふうになります。で、この条件のもと、面積はどうなるのかという話で、まあ、今回は90度90度でありますので、普通に直角三角形、底辺かける、高さ割る2。で、まあ、これ2つ分あるので、かける2してあげて、1たす x、1たす y という風になって展開してあげると、1たす x たす y たす xy。で、xy イコール1なので、x たす y たす2という風になって、結局まあ式自体さっきの条件とこの式とこれは同じですので、まあ先ほどと同様、こっちの場合としても、まあ面積は一番小さくて4ですよというような結論が出てきます。なので、まあ、どちらの場合も結果的には同じだったんですけど、求める最小値としては4ですよ。まあ、例えばこんな感じに答えを出すことができました。で、まあ、ちょっとした別の方針として、まあ、あくまでもこれは一例で多分いろいろな考え方があるんですけれども、まあ、例えばこの段階で、和の形と積の形だって言って、例えば、このまま相加相乗を使っても本質的には変わらないんですけど、まあ、何回目かに紹介したテクニックを使うことができます。で、他には、例えばこの方針で行った時に、ここが、とここが対称式なので、まあ、こいつを S と置いてあげて、こいつを T で1という風にしてあげて、対称式の処理っていうような方針っていうのを、まあ、一応できるのかと思います。で、一応ここは方針1という風にやったんですけれども、方針3である、逆増法と呼ばれる、もので、イコール K と置いてあげて、XY が存在する条件を処理しましょうというような方針もあったりします。例えば、なんか今の、とほぼ同じ方針でも、今みたいな考え方があったり、まあそもそも今、辺の長さを文字設定したんですけれども、これは、後々勉強チャンネルでまた話をしていくんですけれども、まあ別の方針として、辺の長さを文字設定するか、図形っていうのは辺か角かでできているので、角度を文字設定するというような方針っていうのも、まあもちろんあります。まあ先ほどと同じようにここら辺を取ってきていいんですけれども、上側の処理として、まあ例えばどこでもいいんですけれども、まあ例えばこんな感じで分割して、ここをシーターと取っていきましょうか。そうすると、ここがシーターという風になって、で、ここが、
内角のは360度で90度、90度、180度なので、ここは180度引く2シータ。だから、こう分割してあげると90度引くシータが1個あたりになって、で、例えばこれで辺の長さを表してあげると、ここが1というものに対して、ここがシータなので、ここはタンジェントシータ分の1というふうになります。で、ここの角度が90度引くシータで、ここが1というふうになっているので、ここの長さが、タンジェント90度引くシータ分の1。で、タンジェントシータ、これは、下分の1で、これは、普通にタンジェントシータとなりますよ。感じで表してあげると、まあ、結局三角関数の話になって、S というものが、タンジェントシータ足す、タンジェントシータ分の、1足す2というふうに書くことができて、まあ、同じく、角度種類が揃っているので、ここを T というふうに見てあげれば、相加相乗を使ってあげると、まあ、例えばこんな感じで同じような結論っていうのは当然出すことはできますが、まあ、こんなような方針もありなのかとは思います。まあ、いずれにしろ、まあ、こんなような感じで解くことができましたよということで、まあ、最後に感想みたいな形になるんですけれども、まあ、難易度的には、まあ、標準的なのかなというような印象であります。まあ、そんなに難しくはないんですけれども、まあ、ちょっと処理が多かったりするので、まあ、合格した人は割と、まあ、満点ではないけれども、少なくとも部分点は取れると思いますし、まあ、その中でも普通に完登した人は、まあまあ、いるんじゃないかなというような程度の難易度なのかなというような印象であります。まあ、数学が稼ぎたければ、こういう問題は確実に取りたいかなというところであります。まあ、ちょっと難しいところとしては、例えば、さっきやった方針で言うと、XXYY というふうに置いたときに、じゃあこの後の状況どうやって処理しようっていうところで、XY イコール1を出すっていう部分は、まあ、ちょっと、ここで止まってしまう人がちょっと多いのかなというようなところであります。はい。で、あとは、ま、後半、結局多変数関数の話になったりとかするので、まあ、そんなにめちゃくちゃ優しい問題ではないのかなという印象でございます。まあ、時間的にはこれはまあ、多少かかるんじゃないのかなと思いますが、まあ、だいたい30分程度で、取りたいかなというようなところの、難易度かなというような印象でございました。はい。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。また見てください。バイバイ。